ノーザンウォッチ作戦はアメリカ欧州軍合同任務部隊によるイラク上空北伊36度以北飛行禁止空域における監視作戦。クルド人支援作戦であるプロバイドコンフォート作戦の後継として1997年1月に開始され2003年3月より始まるイラクの自由作戦まで続けられた。1996年10月、イラク軍は クルディスタン地域への侵攻を開始した。これに対しアメリカは報復としてイラク南部への爆撃を行った。それに伴いイラク国内では衝突がたびたび発生されアメリカ側は新米派クルド人保護を目的とする作戦の開始を余儀なくされた。湾岸戦争終了後の1991年により継続されていたクルド人支援作戦である。 プロバイドコンフォート作戦は1996年より始まる第二プロバイドコンフォート作戦を経てイラン・イラク両国との関係改善を望むトルコ政府側の要求により12月31日をもって公式に終了された。これに伴いアメリカ政府は後継としてノーザンウォッチ作戦を発動させイラク上空飛行禁止空域の監視を開始した。 イラク飛行禁止区域。ノーザンウォッチ作戦は北緯36度線以北において行われたアメリカ合衆国、イギリス及びトルコの諸国政府は航空機約45、人員1400以上をノーザンウォッチ作戦に投入した。約1100人からなるアメリカ合衆国統合軍はアメリカ軍各戦闘部隊からなる早期同様。 陸海空軍軍人及び海兵隊員を含んだ。トルコの政府による最初の委任により、当作戦は6ヶ月続いた。トルコはさらに2期の6ヶ月間の延長を承認したが、それは高級的な任務にならないことを示した。任務初年の間、イラク北部は多国籍軍とイラク軍の間の戦闘はなく穏やかだった。作戦に出撃するアメリカ空軍ス -16。 戦闘機。当機が所在するサウスカロライナ州小空軍基地からは、第55戦闘飛行隊が参加した1998年12月、砂漠の狐作戦が開始されたが、ノーザンウォッチ作戦の戦力はこれに参加しなかった。砂漠の狐作戦の後、イラク政府はもはや飛行禁止空域を認識せず、多国籍軍航空機への攻撃を開始するとアナウンスした。 1998年12月から1999年3月まで、イラク北部上空の米国軍機は、イラクの地対空ミサイル施設と、対空砲からほぼ毎日攻撃を受けた。米国空軍は、イラクの防空施設をエイジム -88、ハーム隊、レーダーミサイル、エイジム -130 長、距離空対地ミサイルなどにより爆撃、これに応戦した。 多国籍軍の航空機は1ヶ月あたり平均18日間に渡り紹介飛行し、また攻撃を受けた。最も共通した脅威は対空砲によるものだった。サダムフセインは14000ドルの報酬を連合軍機の撃墜に設けたが多国籍軍機が墜落されることはなかった。1999年の初めの数ヶ月、航空戦力はアライドフォース作戦のため、 イタリアへ移動され、このイラク北部における合同作戦は一時休止された。1999年以降、応戦による武力衝突の数は劇的に低下したにもかかわらず、低レベルの紛争はイラク侵攻まで続いた。最終の戦闘空中紹介は、イラクの自由作戦開始2日前の2003年3月17日に、トルコインジルリク空軍基地より出撃した。 6週間後の2003年5月1日、任務停止に伴い、当作戦は公式に終了された。同年4月12日、インジル陸空軍基地から2機の F-16CJ が飛び立った。これは、ノーザンウォッチ作戦に参加した第55戦闘飛行隊、所属発揮中の2機であり、母国サウスカロライナ州小空軍基地へと帰還した。離陸後、 パイロットたちは機体を左右に振り、伝統的なウェーブの挨拶をしてこの地に別れを告げた。同飛行隊のパイロットの一人であり、司令官でもあるジャック・フォーサイス中佐は、作戦から最後に離れる者の,の一人になれたことを誇りに思うと述べた。ノーザンウォッチ作戦において、出撃回数は3万6千回に上り、各作戦の前4万の人員は何らかのポイントに配備されていた。 ノーザンウォッチ作戦には各国の陸海空軍より航空戦力が投入され各地の基地所在部隊が参加した。沖縄県カデナ基地からは第18航空団第67戦闘飛行隊が派遣された。アメリカ軍からは EA-6BE-3K-15CE 及び F-16CJCG が投入された。 さらに同軍からは、HH-60、HC-130、KC-135、UH-60、UH、EP-3 及び C-12 などが運用され、補給任務、輸送任務等をこなした。イギリス軍からは、ジャギアグレーン3、ニムロット及び VC-10 が投入された。ありがとうございます。